はい、改めまして皆さんこんばんは。今日は成人の日、成人の日の方はいらっしゃいましたか。そうやね、エメちゃんぐらいのもんかな。エメちゃん可能性あるかな。ね、はい、新成人の皆さんおめでとうございます。さあ今日も元気に YouTube オークションやっていきたいと思います。ご視聴の皆さん、チャットに書き込みできる方はどなたでも参加できます。はい、皆さんの参加お待ちしています。今日トップバッターは2023年の56番ダブルテールロイヤルブルーのメス、2023円ということになってます。うちわで一番高い数字を入れてくれた方が落札者になります。2023円より高い金額は入れないでね、よろしくお願いします。はい、それでは行ってみたいと思います。20時02分、はい、速攻で行きまーす。やーい、ドン。藤井さんこんばんはです。あの子はもうずっと飼ってあげないかん、うちで気になってる。レトさん気に入ってたもんね、色がね、色はすごく可愛いんですよ。だからあそこ入れとったらね、水も間違いないから。じゃあオークション出そうか、レトさん。いや俺腫瘍がある子を出せないと思ってね。藤井さん今日夜勤ですか。結構でも腫瘍があるよ、数が結構ある。僕は昨日ねずっと望遠鏡で導入は成功しました。導入は成功した。あとはそこから先は様子進んでない。導入までは行きました。はい、今やっと20人になりました。ありがとうございます。今宵もよろしくお願いします。鮮やかなね、ブルーとホワイトのツートンだったですもんね。導入成功しましたって分かったね。2つ目は入ってても入ってなくても OK 押せば導入成功になるんや。1つだけ南の空でシリウスって、シリウスは目立つからね、シリウスさえつかめたらあとは OK ですよ。アルデバランって出てたけど、どこがアルデバランかわからんなと思ってたら勝手に導入してくれて。エビブチバさんこんばんはです。いつもありがとうございます。ちゃっかり300円、ありがとうございます。もう少し頑張ったらご褒美あげるからね。普通に緑で
てっちゃんこんばんはです。はい、ダブルテールのメス今300円つきました。ももさんこんばんは。ありがとうございます。はい、400円いただきます。ももさんお帰りなさい。はい、こっそり500円ありがとうございます。ワンコインありがとうございます。はい、言ってたね。あ、今日はユニークさんの誕生日やな。ユニークさんは今頃誕生パーティーや。あなたは神を信じますか？はい、トッポさん555円です。はーい、テンション上がってきた。100編777番ありがとうございます。はい、ユニークさんお誕生日おめでとうございます。さあ、それでは777円でカウントダウンいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3。794円ありがとうございます。はーい、今日はね、高知県野鳥の会の
武田さんというか土佐市の在住の方なんですけどね、その方にお会いして、1600ミリかなレンズ、テレコンつけて1600、ソニーの α7-4 だったんですけどね、動画いただきましたよ。素晴らしい映像をもらいました。 SD カード入れて撮ってってお願いしたらね、心よく撮影してくれました。はい、武田さんね、これで山の神じゃねえわ、山の神じゃない、山セミか、山セミあちこちいるみたいですね。うん、犬にもいるって言ってましたよ。柳の瀬のとこにもいるって言ってたし、それから高知市の鏡かな、にもいるって言ってましたね。はい、トッポさん888円ありがとうございます。インスタグラム見せてもらったんですけど、わ、綺麗に画像いっぱい撮られてました。藤井さん1600ミリやで、テレコンつけて、多分 2.5 枚のテレコンやったから、違うかな、700ミリの 2.5 倍で1600になるのかな。日本野鳥の会柳生博士はい、まあピントビタイやね、ビタって、いやもうあの三脚ですよ、それはもちろん、もちろん三脚ですよ。白髪894円です。さあ他にご入札ございませんか。皆さんのご入札お待ちしております。さあ2023円、これが大特価なんですけどね、はい、ダブルテール56番、この子894円でカウントダウンいきます。2回目のカウントダウンです。7 6 5 4 3 2 1、クク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 、青い鳥ですよ。はい、ありがとうございます。999円まで来ました。もう少しで半額です。はい、さあ999円のカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0です。間に合わなかったにゃ、いい国作ろう鎌倉幕府は間に合わなかったにゃ。はい、トッポさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。何番からいこうかね。はい、この子行きたいと思います。55番です。20時17分でお願いします。その間にお魚変えてきます。よし、行くよ。よーい、ドン。はい、着物ギャルです。ユニークさん1000円ありがとうございます。この子はプラカットやないね、ハーフムーンやね。ハーフムーンのメスになります。55番。ハーフムーンです。ももさんありがとうございます。着物ギャルのハーレム作り。はい、に入って聞き慣れない言葉を聞いたんで検索かけたら顔が真っ赤になって恥ずかしくなってた。さあ、他にございませんか。もう少し頑張ったらご褒美あげるからね。これ固まるんやね、これをやると、これをやると固まっちゃうんやな。
さあ、ご入札内容でしたらカウントダウンいきます。今日は再落なしですよ。はい、1000円でカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロ入ります。はい、ユニークさんありがとうございました。さあ、ダブルテールの57番です。ラベンダーバタフライやね。ラベンダー BF です。この子体も大きい。もも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 も色ですよ。桃色桃色桃色サンゴ。はい、
マイク入ってなかったね。はい、ありがとうございます。さあ、他にございませんか。700円ございませんか。700円。はい、いや、一発で救えたよ。救ったから次へスタンバイさせてるよ。はい、いや、出てこなかったら今度来た時もいいねであげようと思ったんやけど、目の前におった。どこにいるかなと。水草の中におった。一発で救えたから。綺麗やんね、やっぱりね。あの子ね、そんなに大したことはないんですよ、腫瘍。でも腫瘍があるのに出すのはちょっとあれかなと思って、で撮影やめたんですよ。やめて、あそこ掘り。いいねであげる。さあ、600円でじゃあカウントダウンいきます。希望価格は2023円です。10 9 8 7 6 5 4。はい、トッポさん666円ありがとうございます。頑張れ頑張れ。もう少し頑張ったらご褒美あげるからね。0です。はい、700円です。 OK やね。テンション上がってきた。さあ、700円で再度のカウントダウンでございます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロ入ります。3 2 1、終了です。頑張ったね。
はい、ユニークさんありがとうございます。はい、54番です。プラカットニモ、ニモですよ。オレンジ恋です。3980円、この子行きたいと思います。20時32分、はい、即スタートでーす。よーい、ドン。あ、ほんまやね、アルマゲドンっぽいね。はい、ご入札お待ちしています。トポさん555円、細井さんごめんなさいです。細井さん666円です。びっくりした、こっちの時計見たら7時半やったんで、あれって頭おかしくなったかなと思った。777円、たまこさん999円です。ユニークさんごめんなさい。これも水草に映えるね、この子もね、水草映えます。ユニークさん1090円。トポさん1111円。細井さんご入札お待ちしております。我慢ができなかった細井さんです。綺麗やもんねこの子ね。
トッポさん1345円です。この子は結構大きい腫瘍があるわ。大きい腫瘍がある。ここ腫瘍やね。背中のとこにコブがある。さあ1345円、他にございませんか。内容でしたらカウントダウン入ります。ゼロになったら終了です。8 7 6 5 4。はい、細井さん1500円です。淀川の河口にクジラ、マジですか、マジですかそれ。鏡川にマグロっていうのは前にあったけどね、現実でね。トッポさん1551円です。8メートルのクジラ、すごいな。海遊館連れてったったらいいのにね、海遊館に。はい、1551円です。1551円でカウントダウンです。10 9 8 7。俺前にね、あの生けすへ入れてるクジラあれやビジンベザメか、でかかったよ。 水中で見たけど、こんなん遭遇したら倒れるよと思ったけどね。細井さん1590円です。マジで、でも海の中で見たら8メートルあったらね、20メートルにも30メートルにも見える。マジでびっくりするもん。マダラトビエイなんかもね、音もなしにふわって現れるからびっくりするよ、本当に倒れる。さあ1590円です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロ入ります。細井さんおめでとうございます。細井さんありがとうございます。
ここが結構頭の後ろね、背中のとこにコブがあるから、これメスやな、オスかと思ってたけどメスやな、多分メスやな、でもオスかな、オスかな、お尻に見えないよね、オスかなこれ、オスっぽいね、あでもお尻見えた、どっちかな、ちょっとオスメス不明あるように見えるかな、レッドさん、いりますかいりませんか、オークションしますかしませんか、ダブルテールやないな、 PK やな、58番、明治おいしい球はーい、はい、ありがとうございます、色は抜群に綺麗なんですけどね、明日夕方取りに行きますはい、お待ちしています、はい、続いて53番です、プラカット恋のメスになります、20時46分、はい20時46分です、はいスタートです、よーいドン、
はい、ユニークさん200円です。はい、トポさん444、あ、細井さんがごめんなさい、細井さんが333円、トポさん444円です。ユニークさん500円です。 HSK さんこんばんはです。はい、トップさん555円です。12月30日夕方、戦場に光を放ちながら夜空を登る物体が県中部で目撃されました。これヘリコプターかなんかやないかなと思うんですけどね、なんやろね。567円細井さんです。これはこれでええのか。商品開発頑張ってます、頑張ってください。いいね。対戦召喚機ねえ、なんかやね、そんな感じはい、舞さんこんばんは。舞さんいかがですか。
さあ、ただいま567円です。トポさん666円をいただきました。はい、あ、今回は軽いです。あ、よかったです。はい、ユニークさん700円です。韓国のロケット実験だったの。うわ、高知上空まで飛ばしてくるなって話やね。ねえ、トッポさん777円です。さあ、それでは777円でカウントダウンです。この子大きいね、ジャイアントかかってるな。777円です。10 9 8 7 6 5、なんで高知で見えたんやろね。3 2、そうやったら藤井さんとこで見えた方が正解やのにね。00です。出ない、嫌がってるよ、嫌がってるよ。なんで出ない。
はい、続いてダンボちゃんです。59番白のダンボちゃんです。さあこの子いきましょう。21時オープンで21時ジャストでスタートです。さあご入札ございませんか。オペックホワイトでございます。あなたは神を信じますか。はい、ユニークさん1000円でトポさん1、2、3、4です。キツネちゃんももうアルマゲドンはいらんやろ。あ、ユニークさん1300円です。はい、トポさん1500円です。レトさん1600円ありがとうございます。ユニークさん1700円です。
ション上がってきた。三ツ矢サイダーがクリアイチゴミルクに変わりそうで、クリアイチゴミルクっていう商品あるやろ、今日見たよ。違うか、イチゴサイダーやったかな。三ツ矢サイダーの会社がクリアイチゴミルクって会社に変わるの。ここは S ランクですよ。いいやつですよ。トッポさん1980円、レトさん2000円、ありがとうございます。レトさん2000円です。ごめんよく分かって、はい、2112円でジャイアントハーフムーンがいちごミルクに変わりそう。あ、三ツ矢サイダー、あ、三ツ矢サイダーってなんか言ったような気がするけど、あ、三ツ矢サイダーってなんかあったな。トポさん2112円です。ユニークさん2100円、ありがとうございます。白の暖房をどれでも全部並べてってね。アジアの純真ダンボちゃんです。やわなハートがしびれる。なんかそんなんやなかったかね。2222円、レトさんありがとうございます。あー、なるほどね。はい、ありがとうございます。いちごミルクみたいになっちゃった。あー、こんな子がいたね。あー、ジャイアントのハーフムーン、赤い子やね。はい、ありがとうございます。カナダの国旗。あ、そうなん。やわなハートがしびれる。チャララ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 。それとアジアの巡視はまた別の曲やね。なんで白のパンダを全部白は白クマやと思うけどね。はい、だからね、パフィーかね、パフィーじゃなかったかな。アジアの巡視、懐かしいな。俺二十歳ぐらいの時に行ったよね、多分。いや、もうちょっと行ったかな。もうちょっと行ったかな。30ぐらいの時かな。カニ食いに行こう。カニ食べ行こう。上海行くんですか。
心地よい愛の刺激。そう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 、そんな感じ。はい、やわなハートがしびれるんです。さあ、それでは2300円ユニークさんいただきました。ユニークさん、ありがとうございます。カニといえば最近渡りガニにハマっている。渡りガニの味噌汁うまいね。渚にまつわるエトセトラ。あ、その歌は本当に本当に長さにまつわるエトラ。プリポちゃん、こんばんはです。プリプーちゃんはルーズソックスは知ってる年頃。細井さんがルーズソックス履いてたら可愛いな。細井さんはルーズソックスは履いてないと思うけどね。多分プロのストッキングやと思うけど。レトさん2350円いただきました。そうか。あ、ユニークさん2400円です。つぶりんちゃんはルーズソックス履いてたんやったって。いや、ルーズソックスはぬくいかもわからんね、マジでね。あの、安全靴の下へ履くルーズソックスみたいなソックスがあるんですよ。おじさんが履く安全靴ってね、象に踏んでは、象が踏んでも壊れないって。HSK さん若いんやな。はい、さあ、それでは2400円。はい、ありがとうございます。クリームプードルさん2800円。それでは2800円で慎んでカウントダウン行かせていただきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、入ります。3 2 1、終了です。頑張ったね。ユニークさん、残念。残念、ユニークさん。あー、ワンチャンス遅かった。ユニークさん、残念です。はい、クリームプードルさん2800円。はい、ありがとうございます。フリーズしてもうた。はい、ありがとうございます。はい、皆さんご入札ありがとうございました。はい、ハーフムーン恋のメスです。41番、ハーフムーン恋のメスをお願いいたします。21時14分、即スタートでお願いします。
ハーフムーンの恋のメスになります。この子やってないよね。ユニークさん、ユニークさんありがとうございます。はい、ユニークさんありがとうございますね。はい、続いてハーフムーンレッドドラゴンのメスです。2023円、この子行きたいと思います。45番です。21時16分即スタートです。よーい、撮影の時から迷ってました。ユニークさんありがとうございます。お土産付きです。今日は投稿ボックス、とりあえずさっき見たら藤井さんの、今日の撮れ高、かわいい、画像送っていただいてました。これはまあ明日見せてもらおうね。あ、 YouTube オークション続けます。レッドドラゴンです。トッポさん500円いただきました。おいしそうやね。生昆布、ごま油、塩、あごだし、ホタテだし、白だし、白だし使いよし、白だし使いよしってね。あ、今日の撮れ高、これライブオークション終わったら動画は今流していますんで、裏で流してるから。今日の撮れ高はあれよ、今日俺ミコアイサが見たいけどね。ミコアイサいないかな。ミコアイサいや俺が気がつかないだけでね、野鳥の会の方たちはしっかり見張ってますよ。今日ナンバ飛んできたとかね冠つぶりが、冠かいつぶりが今日10羽飛んできたんですってねあの辺りにいますってちゃんと撮影してきてこの焚き火の日はちゃうちゃう、これはトマロットやで、ね、止まろうと。じゃあウェルカムや、ウェルカムや。さあ500円、他にございませんか。なければカウントダウンいきます。お魚変えてきとこうか。さっき
ニコアイさん見たいよね。マニキュアで持ち手の部分を塗装するのにもハマっています。はい、カイツブリ系は八丈島いっぱい来ます。羨ましいです。あ、ごめんなさい、これは。はい、映像戻ってます。45番だけ単体で動画がなかったよね。すんません。さあ、500円です。500円でワンコインでいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロ入ります。トポさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。現場のカメラ呼んでみたいと思います。はい、60番です。港の中にミコアイさん、ああだろうね。中海にいるんだもんね。さあ、この子行きたいと思います。21時24分ございます。はい、ありがとうございます。ここでワイルド入ります。ワイルド28番、デッケン28番、イターグ、スマラグティナ君です。あれ、ちょっと待って、ミスってたね。
あ、ユニークさんすいませんでした。申し訳ないです。ハワイグラデーション好きです。ユニークさんありがとうございます。はい、よいしょ。はい、スマラグディナのオスになります。タイ東北部イサン地方に生息するスマラグディナです。ワイルドベタ行きます。21時26分即スタートでお願いします。はい、どうぞ。よーい、ドン。はい、ありがとうございます。もっと色青く出るけどね。結構大きいよ。さあ、希望者ないですか。トチさんおらんもんね、今日ね。3、2、1、終了です。頑張ったね。あ、細井さんが500円入った細井さん500円入ったはい、入札成立しました。ワイルドのオス500円でゲットできるチャンスです。トッポさん、キツネちゃん800円、釣られて出てくるキツネちゃんです。トッポさん888円。ユニークさんお風呂行ってらっしゃい。スマラグとスプレンデンスだらけになってきました。日本のワイルド、ワイルドコレクター、細井ゆうきさんで。マッチェマシタホテル、マッチェマシタホテル行きたいな。マッチェマシタホテル、マッチェマシタホテルなーって。はい誰も聞いてないのに、誰も聞いてないお風呂からこんばんは、つぶりんさんはい、わ、綺麗やな、ここ。これは綺麗や、ここ。どうですか、ちょっとカメラ目線見せてくれました。ブロマイドやね、ブロマイド級の
美しさです。トッポさん1090円いただきました。うどん谷うどん谷、そうそう、はい、うどん谷のマッチマシタホテルです。細井さんワン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 です。今日はチャンスだよ。あなたは神を信じますか？スペースって何やろ？スペース。さあ、1111円です。トッポさん、OK ですか？10 9 8 7 6、ね、色出てきたやろ。5 4 3 2、トッポさん1122です。お色出てきたようでございます。もっと真っ青になってくる。来た来た、いい夫婦はい、それではいい夫婦の日にちなみましてカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4、いい肉の日ですいい肉の日です。がもう1円ずつはやめようよ。てっちゃん、トシさんにあんだけ言うたのに1円ずつはやめてはい、終わらないから、いくらでもいいからいくらでもいいから、それでは1130円でカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0です。細井さんごめんなさい。はい、スマラグのメスになります。スマラグのメスです。21時35分発でお願いします。はい、スタートです。
はい、トッポさん500円です。わ、巻き込んどるやん。大変なことになってる。キツネアタックちゃん600円です。大丈夫かな。3日ほど経ってるけど、多分3日ほどいると思うけど。はい、トッポさん654円です。細井さん678円です。はい、トッポさん777円ありがとうございます。芸人の三森の動画なら見たことある。はい、です、です。あれ電源入ってるよね。はい、HSK さんありがとうございます。さあ、ただいま777円です。はい、カウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロ入ります。はい、ありがとうございます。
トポさんおめでとうございます。ありがとうございます。さあ現場のカメラ呼んでみたいと思います。発表します。ユニークさんお風呂行っちゃったね。そうやん、俺これせっかく貼ったのに。お誕生日おめでとうございます。トシさん今出てきた終わっちゃったよ。トシさん来ないからもう終わっちゃったよ。後ろにピント持っていかれとる。さあこの子行きたいと思います。21時44分でお願いします。はい、キツネアタックちゃん250円です。おそいさん333円です。トッポさん555円ないかな。キツネアタクちゃん444円です。トッポちゃんクラウンテールだよ。トッポジーチョだよって。出た予測変換やった。予測変換。トッポさんありがとうございます。茶番に付き合わせてごめんなさい。666円。細いさんかと思った人だけです。これ青っていう色は後ろに持っていかれるね。オートが弱いね。青っていう色は赤とかはオート強いんですけどね。センターに来ると戻ってくるけど CT の機械CT の機械は1億ぐらいするやない。今 CT も綺麗やからね。トポさん678円でございます。
ケイティイン。ケイティね。やっぱまたピント持っていかれてる。あ、戻ってまいりました。ピントが戻ってまいりました。細井さん700円でございます。ドクターコトーに聞いてみたいと思います。コトー先生とこには CT あったんかな。トシさんがわけのわからんこと言ってるよ。細井さん。つぶりんさん、ブルーと黄色ありがとうございます。MRI はカンカンカンって音がするからね。あそこでよく寝れたな。さあ、ただいまトポさんの700円が最高額です。クラウンテールブルーマスタード、この子行きたいと思います。キツネアタックちゃん777円です。さあ、トポさんの次なる一手は、はっはっはっは、あったやん、バッチリやな、予測変換 OK です。キツネちゃんが考えてる、どうしようかなって。この子卵持ってるよ、キツネちゃん産卵さすんだったら。体も大きいよ。アルマゲドンにこの子当てたらどんな色が出てくるかな。アルマゲドンに当ててみますか。意外とオレンジとブルーやからいいかもわからない。960円です。ガオロイホクシップです。トッポさんの次なる一手は俺999円っていうのもあるかなと思うんだけどね。様子見やな。さあ、それではカウントダウンいきたいと思います。960円でございます。外れた。987円だった。987円だ。いや、マジでキツネちゃん、これあのアルマゲドンとかけてみたら面白い色出るかもわからない。コンが行きたいですよ。この子コンですよ。はい。さあ、それでは987円のカウントダウンです。10 9 8 7 6 5 4 3。キツネアタクちゃん、お題ありがとうございます。さあ、それではカウントダウンで1000円でお願いします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0です。
はい、ありがとうございます。さあ、クラウンテールのアルマゲドンでーす。さあ、21時53分、即行きましょう。キツネちゃんとこには2匹いるやろ。これさっきの、あ、さっきトポさんのとこ行ったね。トポさん、これさっきのことかけたら鯉が出てこないかな。鯉から出ないかな。キツネちゃん1500円でーす。トポさん、ごめんなさーい。わあ、勝手に結構いってるやん。なんてなんて、トポさん1650円、キツネタクちゃん1700円、トポさん1980円。はーい、キツネタクちゃん2500円、トポさん2980円、キツネアタックちゃん3000円、そしてトッポさん3210円です。キツネアタックちゃん3300円、トッポさん3333円です。はい、ありがとうございます。違いのわかるお二方に
ご入札いただいて、この子もさぞかし喜んでおることと思います。はい、ただいま3333円です。はい、カウントダウン入ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ゼロです。はい、ありがとうございます。トコさん3333円いただきました。はい、キツネちゃんもご入札ありがとうございます。49番、ハーフムーンのグリーンのメスになります。ゆきちゃんありがとう。はい、ハーフムーンのグリーンのメス、大きなテールも大きいしボディも大きいです。ロイヤルグリーンのメスになります。21時59分でお願いします。速攻です。テール大きいやろうね。300円ありがとうございます。はい、細井さん400円です。あれ、俺間違ってたね、ごめんなさい。
はい、500円ないですか、500円、ワンコイン500円ないですか。トポさん456円です。はい、ご視聴ありがとうございます。ご視聴の皆さん、どなたまででも参加できます。キツネちゃんありがとうございます。さあ、それではもうワンコインで500円でカウントダウンします。10、9、はい、トッポさん555円です。ありがとうございます。これヤフー転売ヤーの方必見ですよ。ヤフー転売ヤーの皆さん、いかがですか。さあ、それでは555円です。10、9、8、7、キツネアタックちゃん600円です。さん666円をありがとうございます。オーメン。はい、いよいよ佳境に入ってまいりました。3夜連続でお届けしてまいりました YouTube オークションも残りわずかとなってまいりました。22時を過ぎております。ご近所の迷惑になりますので、エンジンは必ずお切りください。そして規制を発しないように、キツネアタクちゃん、くれぐれもよろしくお願いいたします。隣近所まで300メートル離れてたら大丈夫やけどね。はい、
さあ666円オーメンでカウントダウンいきまーす。10 9 8 7 6 5、早いよ。3 2 1 0 0で、ゼロが出ない、嫌がってる、あ、嫌がってる、はい、出ました。トポさん、ありがとうございます。あと4匹ほどですんで、お付き合いください。この子綺麗やね。オレンジよりもイエローが強いような感じのオレンジです。さあ、この子行きたいと思います。22時33分、え、10分か、今10分か、はい、速攻でスタートでーす。よーい、ドン。はい、トポさん500円ありがとうございます。つぶりんさん、ヤフオクの子で悩む、考える人になってるつぶりんさんです。
これ開けるとこがわからへんね。どっから開けるのって話。ポセイドンさん、ありがとうございます。トッポさん、ありがとうございます。ポセイドンさん1200円です。トッポさん1221円いただきました。戦隊賞です。ポセイドンさん1300円でございます。ありがとうございます。トッポさん1345円。これ1341円と踏んどったけど裏切られたな。そうやな、1345円の方が可能性は高かったね。セイドンさん1400円、ありがとうございます。はい、ご視聴の皆さん、よかったらチャンネル登録、そしていいねもいただけるとテンションマックスです。トッポさん1500円、ありがとうございます。
おいた。はい、ポセイドンさん1600円、トポさん1700円でございます。ポセイドンさん1800円、トッポさん1980円いただきました。ありがとうございます。さあ、それでは1980円で慎んでカウントダウンさせていただきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、0入ります。ポセイドンさんもご入札ありがとうございました。トッポさんのオンパレードと思ったけど、そうでもないか。ということもないな。クリームプードルちゃんもユニークさんもあるし、キツネアタックちゃんもあるし、トッポさんいつもありがとうございます。トッポちゃんちだけはマジで5体満足のうちに会いに行きたいな。マジでマイル貯まったら行こうかな。
せっかく東京までこの間いとったのにね、ディズニーランド連れて行かれたから。だが沖縄行く手前でね、屋久島とかいろんな深敷島行ったかな、なんかいっぱい島があって、ああいうとこ行ってみたいなと思って思った。いくらするのか知らんけど、車で。まあ飛行機で行きゃ一発すぐやろうけどね。なんか船の旅っていうのも面白そうやん。現場のお魚呼んでみようか。ブラックカッパーのバタフライですけど、ちょっとテールの開きが弱いんよね。これ4キュッパーで出したやつやけど、ちょっとあのウィデニウム来とったんかな。もう今はないんですけどね、ちょっとヒレが固まってる感じがするね。下の3本ぐらいがちょっと固まってるような感じがする。はい、え、これちゃうね。クラウンテールのブラックカッパー62番です。はい、お年玉セールでーす。これやったらええやろ。これいこう。22時27分15秒前でーす。よーいかがですか、つぶりんさん、いかがですか。面白そうです。
ご入札ないですか？ないか、ないか。つむりさん980円。はい終了です。はい、この子行きたいと思います。51番。22時31分スタートでお願いします。スタートです。パポですよ。パポパポ。これはみんなお腹張りすぎやな。お腹張りすぎです。プラカットのオスがもう一匹おるけど、もうやめようか。細井さん300円ありがとうございます。ユニークさん見てくれてたのね、ありがとうございます。ユニークさん、いやだから僕が撮影したのは21から30と41から50の20匹だけです。あれうちのスタッフが、45センチ姫水槽作ろうと計画中のユニークさんです。水草水槽入れるといいよね、むっちゃ大きくなる。とりあえず見るだけ見てみますか。52番。ニモです。いや、動画は今見せてあげてもええよ、つぶりんさん。店の電気ついてるから。あ、大福食わないかんね。いちご大福食いましょう。つぶりんさん、この子に入札したの165円。
まだスタートしてないけど、まあええよ、スタートで OK です。はーい、165円いただきました。あー消えてるかこれ。いちご大福です。美味しいよこれ、中カステラが入ってる。165番ちゃうやろ。はい、じゃあとりあえずこの子やりましょうか、この子ラストです。22時39分。OK です。
い、トポさん500円ありがとうございます。あ、大丈夫ですよ、今スタンバイさせてるから。この子もテール切り揃えたいはん、切り揃えてみたい。この子いくらやったん、スタート。あ、今数字書くとややこしいな、ごめんなさい。他にご希望者ないですか。ただいま500円で成立しています。トポさんお年玉です。500円、9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、ゼロです。はい、ありがとうございます。はい、そしてつぶりんさんお待たせしました。どうも。綺麗な子やね、クロメちゃんです。この子もテール切ってやがったらハーフムーンになるな。5ミリぐらい揃えるか。つぶりんさん切ってあげようか、ピューって動画にしようか。わあ、くださいってくださいって言ってもダメやん、これヤフオクへ入札してくれないといけないよ、これ出品中やもん。切り揃えてあげたら綺麗なテール伸びそう。ヤフオク入札しないといけないですよ、つぶりんさん。ごめんなさい、これは
あのだから番号は載せてないから、もう番号はあんま書かん方がええよ。はい、大丈夫です。日本野鳥の会高知県支部の武田様、ありがとうございました。ユニコーンも欲しいな、たまこさん、ありがとうございます。吉鴨さん、吉鴨さんです。これはあの武田さんが撮影してくれた映像です。1600ミリの超望遠で、えらいお誕生日おめでとうございますってえらい言ってる。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。間違ったなこれ、ごめんなさい。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。ミスったミスった、ユニークさんへのプレゼントです。はい、ここからは久竹撮影の映像になります。ひどりがもちゃんです。
いつぶりんさんありがとうございます。つぶりんさんのお魚戻いてこないかね。たまこさんありがとうございます。つぶりんさんのお魚戻してくるね。はい、今水槽の方戻してきました。これの中から今来たのはマガモくんやね。この中に10匹いるとかね、すごいなと思いました。武田さん、日本野鳥の会高知県支部の方なんですけど、1600ミリ、すごいな。テレコンで1600ミリ、藤井さんの500ミリにテレコンつけたら1000倍か。1000倍やってみようかな。でもズームレンズじゃないとね、単焦点ですからね。これはまあ、 広角で撮影してますけど、ビデオはね伸ばせるからね。冠かいつぶりちゃんです。ちょっと遠かったんですよ。カムリカイツブリが一番遠かった。200メートルぐらいあるかなと思ったんですけどね。はい、タマコさん、明日から仕事、ご苦労様です。いい夜お迎えください。藤井さん寝ちゃったね。はい、
ちょっとあのノイジーかもわからんけど音声入れてみました。はい、HSK さん頑張ってください。あそこ車で走ってるから、そうです、どうしようっても車だから。吉賀もどうなってるんですか。俺高知で吉賀は見たことない。あ、もちろん営業してますよ。ナポレオンのやつみたいな、はい、今日は 432Hz の、心が落ち着く副腎、違うな、交感神経を落ち着か副交感神経を落ち着かせる波長の音声だそうです。 BGM です。はい、皆さんごゆっくりしてってください。今日はありがとうございました。高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。